ヒトラー・ユーゲントは1926年に設立されたドイツのナチス党内の青少年組織に橋を発した学校外の放課後における地域の党青少年協計組織で1936年の法律によって国家の唯一の青少年団体となったヒトラー青少年団とも訳されるヒトラー・ユーとにおいては同世代の指導者から肉体の鍛錬、準軍事訓練 祖国愛が民族共同体の一員である青少年に集団活動を通じて教え込まれた。1936年、ヒトラー・ユーゲント法により青少年の参加が義務付けられ、1939年には800万人を要する集団へと成長した。選挙区の悪化とともに1944年に国民突撃隊に併合された。 制服は茶色の解禁シャツであったが、支給はされず自弁しなければならなかった。ヒトラーユーゲントに所属する青少年らは、ナチドイツの未来を保障するものとみなされ、人種差別を含むナチスのイデオロギーを教え込まれた。当初は、キャンプやハイキングといった1935年に禁止されたボーイスカウト運動と同様の活動であった。しかし、時間の経過に伴い、 その内容と意図は変化した。例えば武器の訓練、基本的な戦術の学習など多くの活動は青年教育よりも軍事教練に重点が置かれた。これはナチドイツのために兵士として忠実に戦うという意識をすり込む目的で実施され、ナチスの掲げる理想のための犠牲を惜しまないという思想も含まれていた。ヒトラー・有限との前進は 1922年3月に設立されたジャガンドバンドであ NSTP である。JDN の入隊資格は14歳から18歳までの男子で、そのうち14歳から16歳まではユーン・マンシャフトンとしてグループ化され、年長になるとユーン・スターム、アドルフ・ヒトラーとされた。組織は突撃隊によって管理され、アドルフ・レンクによって引きられた。 JDN は1923年のミュンケン一期の首謀者だったヒトラーが逮捕、収監されると崩壊した。その後、JDN の空白を埋めるために、多くの地方青年組織がオーストリア及びドイツで組織され、連空及びクルトグルーバーのグロスドイッシュジャガンドビューイングニア、シルジェガンドといった組織が結成された。1926年にグルーバーの グロスドイッシュ・ジャガンドビューイングンがヒトラー・ユーゲントに改名され、これが後ヒトラー・ユーゲントの基礎となる。当時のヒトラー・ユーゲント指導者が、当期間内を占めていた地位は明確でなかったが、やがて他の指導者のもとに、多数のヒトラー・ユーゲント軍が結成された。1928年以降は、アルフレート・ローゼンベルクが、ナチス青少年運動に助力し、各地の指導者が率いた。 青少年団体を統一に導いた。同年にヒトラー・ユーゲントは10歳から14歳の男子部門、ドイチェ・クナベン・シャフトを結成、1931年にはドイチャス・ユン・フォールック・クイン・デア・ヒトラー・ユーゲントと改名した。茶色の解禁シャツが制服であった。1929年の党大会には、初めて2000人のヒトラー・ユーゲントが更新した。また、 シュエスターンシャフト・デア・ヒトラー・ユーゲントと呼ばれた14歳から18歳の女子部門も同年に結成された。それは1930年にバンドドイチャ・メドルと改名され、より若い女子部門のユーン・マデル・グラップは1931年に付け加えられた。1931年からはバルドゥール・フォン・シーラッハが党の青少年全国指導者となり、ヒトラー・ユーゲントの育成に当たった。 1933年のヒトラー内閣成立以降、ヒトラー有限とは、半ば公的な組織となり、1934年6月以降は、各種青少年団体を吸収して拡大された。1936年12月に、ヒトラー有限と法が成立すると、ヒトラー有限とは、国家の公式な青少年団体となり、10歳から18歳の、 青少年全員の加入が義務付けられるとともに他の青少年団体は禁止された。宗教団体については1933年以降に数十万人の青少年がカトリック教書団体からヒトラーユーゲントに移ったが青年団そのものはしばらく宗教指導者のもとで活動していた。1940年アルトゥール・アクスマンがヒトラーユーゲントの指導者に就任した。 アクスマンは戦争の激化で枯渇していた人的資源の代替としてヒトラー・ユーゲントを利用した。消防、郵便、ラジオなどの分野にユーゲントの隊員が投入された。1943年以降、戦局が悪化するとユーゲント隊員は兵として動員されたが、十分な装備や訓練を受けない彼らは多くの死傷者を出した。ヒトラー・ユーゲントは、 ベルリンの戦いにおいても戦闘に参加し、多くの戦死者を出した。その後、ドイツの降伏により解体消滅した。1936年11月25日の日独防強協定の締結により、ヒトラー有限と指導者、バルドゥール・フォン・シーラッハが日独の青少年総合訪問を提案。日本政府がこれを受け入れた結果、 九百三十八年八月から十一月にかけてヒトラー遊園との訪日が行われた。滞在中は、明治神宮及び靖国神社を参拝したほか、東京陸軍用年学校も訪問した。一万歳、ヒトラー遊園とドイツ青少年団館迎えの歌朝日新聞社の依頼により、北原白秋作詞、高品哲夫作曲、藤原吉江歌唱による、 歓迎歌1万歳、ヒットラー有限と、ドイツ青少年団間迎会の歌が作られ、1938年10月には、日本ビクターからレコードが販売されるなど、日本国民を挙げての大歓迎を受け、新独機運の情勢に大きく寄与した。同時期に、日本からは、各地の学生、青少年団体職員、若手公務員からなる、大日本連合青年団の報読団がドイツに、 派遣され、ナチス党大会の参観、ヒトラーと会見して同盟国のドイツの見聞を広めた。ヒトラー・アイユーゲントが他国との交流に熱心な理由は次の3点にあった。第一にナチ党に対する国際批判をそらし、他国の青年にナチドイツを理解させるためである。第二に共産主義青年を中心とした反ファシズム運動に対抗するため、第三に 他国の文化と接することで自国への理解をより深めるためである。これらが日本の青少年指導者の支持を得て、ドイツと日本の青少年の交流が実現された。また、こうした全般的な交流の理由の他に、法日には独自の目的が存在した。第一に、日本滞在中のドイツ人教師に、ドイツ本国の教育状況を伝えることである。第2に、 1940年に予定されていた東京オリンピックの下準備のために日本の状況とスポーツ交流の可能性を探ることである。第3に外交官要請の実習の場としても使用された。日本側の背景及び目的としては以下の4点が挙げられる。第1に日独防保協定を前提としていた点。第2に東洋文化の推進力。 アジアの中心勢力としての日本への理解の促進。これは中国と外交関係を維持していたドイツから日中戦争に対する理解を得ようとする目的があった。第3に日本国内の諸星少年団の連携を促すこと、そして第4に国体の歴史と民族の伝統を示し国民的精神が形成されていることをドイツに堅事することが目的とされた。 第 12SS 装甲士団、ヒトラー遊玄とは、上記のヒトラー遊玄と団員から選抜された、少年兵及び、第 1SS 装甲士団から抽出された、士官、下士官を中心に編成された、武装新兵隊の部隊。士官の数が足りず、国防軍の士官を出向させたほか、下士官は、成績優秀で急進的な遊玄と兵士からも、選抜して昇格させた。 未成年兵士には成年兵士に支給されるタバコの代わりにチョコレートなどが支給された。当初1943年に総攻敵団兵士団として編成を開始、間もなく戦車部隊をより強力にした総攻士団に格上げされた。実戦経験豊かな士官が多かったので実戦に即した猛訓練を積む。連合軍は同団をベイビー団。 ミルク師団と揶揄する宣伝を行ったが、1944年のノルマンディにおける戦闘では、連合国上陸翌日に、カーン攻略を目指すイギリス軍に損害を与え、フリッツビット師団長と彼の戦死後に、師団長を引き継いだクルトマイヤーが率いる、同志団が2ヶ月近くも有望に抗戦するのを、目の当たりにすることとなった。しかし、カーン攻防戦で、重装備のほとんどを失い、 マイヤー師団長が撤退途中、捕虜となる。その後の再編、補充も十分でないまま、アルデンヌ構成に投入される。1945年、東部戦線に転じて、ハンガリーにおける武装親衛隊を主力とする最後の大構成に参加し、壊滅的な打撃を受けた。その後、数少ない残部はオーストリアで終戦を迎えた。ありがとうございます。